マンハッタンのコミュニティボードはニューヨーク市マンハッタン区内で組織されている地方自治体であるニューヨーク市のコミュニティボードも参照のことマンハッタン区は12のコミュニティボードからなりそれぞれのコミュニティボードは50人の無給のメンバーで構成されているメンバーは区長または市議会議員によって任命される彼らは市政権を持たないが市の行政局に対して コミュニティの住民を代表して要望を提示することができる。彼らはまたこのボードが契約上の義務に同意する前に関係政党に対して肯定的な投票をすることを条件として依頼を行うことができる。しかしながら法律の施行はどのタイミングでも変更させることは可能である。市によって彼らの要求が承認される保証はないが実際上は妥当な問題であれば ほとんどは市によって解決のための処置がなされる。各ボードはさらに小さいエリア、いわゆるネイバーフットによって構成されている。ネイバーフットによっては複数のコミュニティボードに所属している。ネイバーフットは行政単位ではなくニューヨーク市の文化の歴史の中で形成されてきた慣習的な区分けである。そのため各ネイバーフットの名前や教会、人口でさえも 確定的ではなく人々の定義によって異なる。不動産会社やデベロッパーなどは自社の物件の宣伝のためにネイバーフットの区分けや命名に大きく関与しようとする。ただし、ニューヨーク市都市計画局はネイバーフットの名前と境界を定めた自身の地図を作成している。これらの名前と境界は住民の見解とおおよそ一致しており、 この物議を醸す問題を整理するのに良い指針となり得る。各コミュニティ地区を記述する以下の節には市のデータへのリンクを掲載している。大都市特有の現象としてマンハッタンの各ネイバーフッドはそれぞれが特徴のあるエリアを形成している。構成地区、ソース、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  構成地区、ソース、構成地区、ソース、構成地区、イースト側の島と同名のネイバーフットもこの地区の管轄である、ソース、構成地区、ソース、構成地区、ソース、構成地区、イースト側の島と同名のネイバーフットもこの地区の管轄である、ソース、構成地区、ソース。ありがとうございます。